皆さんこんにちは、俳優の豊田真帆です。さて私は今日浅草公会堂に来ております。今日ここでですね、水石展が行われておりまして、私の石も展示してあります。そして水石を世界遺産にという運動をなさっている方と小さな講演をしたいと思っております。その模様をお伝えいたします。お楽しみに。あ、チャンネル登録まだの人はぜひぜひよろしくお願いします。励みになります。はい、こちらが私の石です。これね、ちょっと今名が間違えてて、龍遊道が正しいです。青学石、静岡県の石ですね。でね、この石が面白くてくにゃんと曲がってるんですよ。こう回って、ここがね、ほらこういう状態なんですよ。ここが抜けてるの、わかります？この石ね、ちょっと一目惚れしちゃって盆栽美術館で手に入れたんですけれども、これ天然のなんですよ。水石は全部天然です。ありがとうございます。褒められた。でこんな風に台を置いて、その水石の下にぴったりの台を作ってですね、そしてお花としつらえたりして、やっと水石という形に出来上がります。おお、これ面白い。クラマ石、すごい恐竜の卵みたいですね。クラマの石です。すごいですね。地球に何が起こったんでしょうか。これカムイコタン石、私が好きな川の一つなんですけど、カムイコタンの石です。で黒とか茶色とかちょっと緑がかってるカムイコタン石ですね。これ特徴なんです、カムイコタンの。これもカムイコタンですね。やっぱり美しい、カムイコタン、滑らかな石ですね。知床岬って目をつけてますね。瀬田川のトライ石、綺麗。これ天然なんですよ。水石はそこだけちょっと調整していいということになってますが、上はなるべく削ったりもしてはいけないし、手油でテカリを出すですね。自然なテカリは OK です。そんな感じで皆さん養石って言って、養う石で石を育てます。これは大井川石、お美しい。私の台も作ってくださっている斉藤さんこんにちは。で斉藤さんが作った台です。ありがとう。これあの女性っぽいじゃないですか、この石が。なんとなくね、それでこの台もちょっとね、女性っぽいっていうかね、そんな感じに作られて、猫足ってね、猫足に、いやーぴったり。愛石の編集長の立畑さんの石です。これはね、フィリピンの石ですって。すごい素敵ですね。これもこの柄で、台もちょっと独特ですね。今までの古典的なオーソドックスな水石の台ではなく。素敵。笑顔でお願いします。はい、 OK です。ありがとうございます。ただいま浅草の商店街にいます。美味しそう。お漬物大好き。買って帰ろう。お、たけのこ醤油漬け、玉ねぎのお漬物だって。いやー面白い。お漬物買ったり、あのお漬物取ったりとか、せん、はい、あの嬉しいっていう動画を撮りたいので、ぜひぜひ。ありがとうございます買わせていただきます。ありがとうございます。
可愛いこのカゴに入れます。ね、珍しいちょっと玉ねぎのお漬物って興味ありますね。味噌味、これは柚子味、赤ワイン、醤油、うわ悩む。じゃあちょっとさっぱりと柚子かも。福神漬け美味しそう。これ美味しそうだった。白菜これ美味しそう。ほらエリンギの黒胡椒味、長芋のわさび味。ではこれを買いますこの川村屋さんでお漬物を買いました。はい、ありがとうございます。美味しそうですねこれありがとうございます。いや私もいただこう、はい、お味がカツオ味と梅味がございますが、うん、どっちがおすすめですか。定番はカツオ味ですね。あ、じゃあカツオ味ください。ありがとうございます。200円ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。川村屋さんの前でこんなきゅうりのカツオ味買いましたどうも楽しい、食べます。よく来るお味噌汁専門店、今日撮影していいですよって言われてたんですけど、ちょっとこれは難しいですね。すごい人が並んでます。豆徳、お豆、豆徳さん。わあ綺麗、なんかとても可愛いんですけど、おすすめってあるんですか。おすすめ、浅草限定のもんじゃ大豆。おもんじゃ、おこれこれですか、もんじゃ大豆ランキング1。あ、じゃあこれ買おうランキング5位、あんころ豆、あんころ豆、これは青さ、あ、美味しそう。ランキング3、だしカシュー、これは海苔わさび、そして1位もんじゃ大豆。よし、じゃあこれとこれまず買うよ。これとこれとこれね、これ。じゃあこの3つとこれ買います。豆徳さん、はーい、こんな感じに公会堂の横ぐらいにあります。お漬物とお豆を買って楽しかった。スカイツリーがドーンって見えます。浅草公会堂の水石店、そして美味しいお店、いかがでしたでしょうか。この回が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またねー。